石餅の唐揚げやチヌのカレーフライなど、瀬戸内海の魚をふんだんに使った、その名も岡山前浜門弁当です。次世代に豊かで美しい海を引き継ぐために活動している一般社団法人海と日本プロジェクトが企画しました。県内の児童と派生のお惣菜がタッグを組んで開発し、今日から店頭で販売が始まりました。弁当の掛け紙には、今年7月に児童たちが山や海について学んだことに基づき、瀬戸内海を砂漠にしないためにできる CO2 の排出を減らすことや、海のゴミを拾う活動に参加することなどが紹介されています。特に石餅の唐揚げが入ったお弁当というのは他にはないと思いますので、お魚好きの方にはぜひお召し上がりいただきたいと思います。このオリジナル弁当は派生のお惣菜そうで、今年いっぱい販売される予定です。